皆さんどうもおはようございます。窪塚さぬきです。よろしくお願いします。本日もやっていきます。本日は濃姫ちゃんですね。あ、なんかステータス高いんだね。ちょっと今日パワーもあるんだ、知らなかった。で、場所は姉か、あ、3か、まだちょっとマシだね。ステージ3だとマシなのかな。もう1とかだと楽なんだけどね。斉藤家は滅んだ。あ、ちょっと待って、コスチューム変えよう、忘れてた。俺はコスチュームを変えるというそういう趣味があったことすら忘れてた。伊達も変えてなかったな。コスチュームを変えて、2023年はイメージを変えてね。ただのエロい女じゃないぜっていう、ただのエロい女じゃない、もっとエロくなっちゃったよ、足が出てる。はい、やっていきましょう。上限はですね、まず味方武将が全員生存と、でかつ敵武将を全員撃破、もちろん配下も含むと、かつミッションを全て成功ということで、次の布石として、なんか難しそうですね。妹お市を浅井長政に嫁がせ、難しそうではあるが、とりあえずこの攻略サイトに乗っ取って、やっていきましょう。うむ、姉川なんであれですね、信長と浅井がこうやり合うと、で信長と妹が、まあ、戦うみたいな、そういうちょっと悲しいメッセージを含んだミッションになります。あ、こっち見てる。第3話、眉毛があんな内側まで入るんだね。描いてんのかな、今の眉毛。僕は眉毛しっかりあるんであんま描かないんですけど、まあね、眉毛って大事ですよね。ということで武器は、これ何持ってる、これカスなんですよね。むむ、あーあー、え、これ超強くね。これを取ったのか。炎だけど他が微妙なので、これでいきましょう。アイテム、これも味方生存なんでこれでいきましょうか。で、朝倉義景でいいの、こいつは最後に倒さないといけないとミッションがあるから。はいはいはい、朝倉景武でいいのかな、こいつ。こいつと配下武将は速攻で倒さなくちゃならないらしい。ややこしいな。あー、バックしろってことは。オッケー、とりあえず行きましょう。まずはやっていこう。まあ、ステージ3だから、ふざけてる。許せ。何ですかね、こういう風俗でしたね。コスプレ風俗。それがしは、信長殿と戦わねばなら。耳が刺さってますよ。今のシーンはってどういう気持ちで見たらいいんですか。実にくだらぬ戦い。くだら、確かに。あんな着ぐるみ着てるなんて。舐めてる。それだけ。ぜひもなし。ぜひもなし。よし。位置がおろうと遠慮は無用。お、やるね。戦って。あ、酒井が邪魔してくんのか。それだけ。ということは。まずはこいつ殺す。新八さん。俺これチャージ音しか使ってないんですけど、いいのかな。なんかチャージ3も強いっていう。チャージ3も強いという情報が入ってる。ちょっと待って。戦うことになると。名前がややこしいな、これ。こいつら倒していいんだ。なんだこいつ。オーケー、待って、ラケッチを助けないといけないんだよね。ちょ、待て、その前に、あー、いけるわこれ。やっぱステージ3は軽いわ。アケッチ待ってろ。打ち取ったわ。じゃあ、アゲイチ待っててね。頑張るから。
僕頑張るから。見事よ、まあ、見事よ。おい待て待て、なんで触んの。待て待て待て、ちょっと これビビりだっけ入ってんの。まずフルガードしてきやがったこいつ。通常微妙っすね。ちょ、強い強い強い。あれいいよ、これ簡単だ。このステージいけるわ。久しぶりにいける。そうでしょ。オッケーオッケー。は、なんでお前倒しとんの。これ多いよな、ほんとこのゲーム。これが多い。これ他の人もこんなに多いのかな。俺めっちゃ多いんだけど。割って入る、最後の最後だけ割って入られるやつ許せないんだけど。プンプンよ、もうこんなことされたらプンプンよ。簡単簡単だっつってんのにこんなことされてさ、許さん、わし許さん。まあいいでしょう。まあそういうゲームなんです。こう現実を表してるよね。こうなんかいいところでやられちゃうことってあるよね。あれ俺頑張ってたのになみたいな。もう一回見る、このふざけたムービー。もういいよ。位置がおろうと遠慮は無用。戦って勝て、それだけだ。よし、この程度で苦戦とは世話が焼けたね。前田刑事出陣。お前らハゲてる。なんかさっきよりなんか結構さ、たまにさ急に火力下がってないって思うことあるんだけど、なんだろう、なんかゲームなんかおかしくない。ことになると、そんなことがないんだ。なんかさっきよりも火力下がってる気がする。待て待て、邪魔するな。うぜえこいつら。うぜえぞ。よし、いいでしょう。さあ、ほんで邪魔されないうちに倒しましょう。敵将撃ち取ったわ。酒もゲットして、でまずこいつを倒した後に明智を救援に行かないといけないと。明智はねもう開始早々下手打ってるんですよ。バカだから。どこ行った。ちょ、これ一回どこ行った。撃つわ。あ、ちょっと何か全然当たんない。全然当たんないよこの技。これが強い。これだけでいいこのゲーム。 3のこれ最後のボムが全く当たんないんだよね。OK これで。なんかうまいことちょっと残るんだよなこれ。打ち取ったわ。よし、でこっからよ。明智どこよ。そこね。俺たちものんびりしてられねえ。行きます行きます。ちょ待ってろ。なーに、これ南津スペシャル死守しろってできんのそんなこと。前系、まあ、これ10分でしょ。まず、え、何これ。あ、ここから行けないんだ。間違えちったよ。ルートミス。まさかのルートミスです。何？誰？なんだこいつ。もうよくわかんない世界観が。お前もなんかおかしいぞ。一は長政様とお兄様の新しい道を切り開くために戦うの。確かに新しい道は切り開いてるお前。その道は険しい。そうね、
だから私はここにいるの。話が入ってきません。シュールすぎます。シュールストレーニングです。おいち殺そう。おいちは大丈夫なの？倒した。何してんだ。よし、おなんだそのコンビネーション。ほっ倒して、うぜえこいつ強いぞ。やったろ。なんで倒れんだよお前。全然当たんねえな、ほんとこの技。クソだぜ。お見事でございます。これまた明智に倒されないようにしないと。敵将、オッケーオッケー。打ち取ったわ。倒して。見事よの。下のやつも倒そう。こいつ倒し、あ、こいつ倒してんだ。いいの本当に。本当にいいんだな。いいんです。俺が倒すから前下邪魔すんな。お前邪魔すんな。もうなんでこんな連れていくんだよ。拉致するな。なんか間違えた。おいちがまた出てきたんだけど、何こいつ。不死身、おい邪魔すんなお前。こいつ腹立つわ。これ無双で一気に倒してえな。なんかすげえ飛ばされるし。あ、これハイパー化してんじゃん。なんかどこ行った。消えた。いけ、いこう。 OK、 で戻ろう。急いで戻るというか詰め所行こう。私たちも続きましょう。まずい、詰め所はまずい。なんでお前苦戦してんだよ。詰め所を守んないと。あれはな、俺がもっと頑張ったら士気上がんのかな。こいつは こいつそんな強くねえな。よし、いいよ。しっかり倒していこう。邪魔しないでください。ちょっとそういうの困ります。お客さん回復も困ります。レギュレーション違反ばっかりしてんなこいつ。出禁になるぞこのキャバクラ。よし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 、いいよ。悪くない動きしてる今のところ。これ回復にはしっかり取っていくと。三色団子をもりもり食べていく。さあこれで詰め所は大丈夫よ。でこいつ倒していくと。こいつ誰、こいつも倒していく。海北さん、海北さん危ねえ、死にかかってる。待て、俺が倒す。ここまで。フィーガー。魂のセーブちょっとさせて。これはね、俺今見えた。これセーブしてなかったとするじゃないですか。そうすると多分、最後のちょい残しで秀吉が倒して終わってるんだ。よし、完璧。これね、セーブしたから成立しました。成立した動きです。何これ。アキちゃん何をしとるんだ。もう苦戦する要素ないだろお前。申し訳ありません。お前じゃお前。出直してこい。バカな。こいつ倒していいの。あ、基本おいちが倒していいのか。
なんかいるな、下に一人。間違い変なことをしちゃったよ。謝罪のバカがいんのか。なんかもう一もいるし、3人集まってる。3人パーティーできた。まず FF7 じゃん。おれビリビリ強いっすね、やっぱり。まもなく援軍到着、いいですね。っていうかさ、明智は何？俺まだ救援してないの、明智。明智の周りの敵も倒さないといけないってこと、もしかして。なんかそんな気がする。よし、なんかいっぱい来るんだけど。新庄監督も来た。ちょっと待って、明智助けるわ。俺が助ける。明智はどうやったら俺が助けることになるの、よく分かってないですけど。アザイも倒したらいいのか。待って、なんかちょ、武将がいっぱいいますね、これ。ちょ、新庄監督もまだあれか、体力ない。こっちから倒そうか。まずい。オッケー、打ち取ったわ。こっちも倒しましょう。遅れを取ってはいけません。あ、これで救援成功なんだ。よしよしよし、オッケー。よしよしよし、いまいち条件がよく合ってますね。いいんです、それで。どこ行った、やりますよ。よし、打ち取ったわ。さあ、これでそろそろあらかたのミッションは、次徳川の迂回大作戦になるんだけど。徳川、お前またいんのかこいつ。なんだこいつは。まあ、ビリビリどうなの、これ。ビリビリ相性いいのかな、どうなんだろう。いいっちゃいいのかもしれない。悪いっちゃ悪いのかもしれない。ちょっとよくわかんないっすよ。やるね、あんた。やるでしょ。あと待つか。待ちっぽいっすね、これ。いや、いいわ、楽でいいわ。俺なんか無限に出てくるんだけど。多分これなんかしない限りずっと出てくるな。ほら、ただ首が痛い。よし、到着。どうした、こんなんじゃ信長には勝てないぜ。で、いいよ。我が軍の反撃をするぞ。来た、ヤスコさん、来た。これだ、迂回大作戦。ミニミニ大作戦みたいな。入っても余裕じゃん。あ、これで最初倒しておく必要があったのか。何をしとるんだこいつは。そういうことね。ビリリン、お見事でございます。なんかね、まあ残りのキャラも少なくなってきて、ちょっといろいろ見てたんだけど、なんか噂によるとあいつなんだっけ、あの大きいおじさん、あれ名前なんだっけ、あの稲のお父さん、あいつがめちゃくちゃ難しいらしいんですよ。お見事でございます。ちょっとね、参って、おい、倒しちゃダメだよ。おい、何してんの。
うわ、倒しちゃダメだって。これ順調すぎたパターン、これ。マジか。マジか。順調すぎたパターン、まずいっすね。いや、非常にまずい。順調パターン良くないっすよ。これ倒した今ダメっすね。ほら、こういうことになるんすよ。結局取られるんすよね。そう、これ簡単すぎて難しいパターンじゃん、これ。朝倉を他のやつが倒しちゃう。非常にまずいっすね、これ。これはまずい。これは、これどうした？やばい、なんか押しちゃった。これはね、あれ、下手した上に行って粘らなきゃいけないパターンかもしれない。朝倉のところに行かなきゃいけないかもしれないな、これ。そっちパターンの可能性ありけりですね、これ。ほんまじゃ、太宰のパンポンタンを倒すと。よそうすることで、なんか次から次と課題を出してくるな、このゲームは。うまくいけると思ったの。ほれ、足しびれてきた。ずっと座ってるから足しびれてきたよ。よかった。どうしようかな。やっぱ上行って多分これ画面内に収めないとやられちゃうパターンだよね。そっちパターンだよね、これ。よくないっすね。これまずぽよっすね。むむむっすね、これ。どいち置いておこう。で、上行くか。なんか来てる。あ、新庄監督来るんだ。忘れてた。通行って新庄監督が倒しておこう。これいつまで苦戦してる。あれ、なんかまたヘリコプターが来た。場所を変えてもヘリコプター俺の元に来るな。なぜ、なんでそんなに僕を見張るの。いい加減にして。僕悪いことしてないよ。よし、うぜえなこいつ、うぜえなこいつ。これでいっていきましょうか。馬乗って、それがいい。俺たちものんびりしてられねえで。そうそう、援軍が来るはず。これはこれで難しいな。でんでん太鼓いらなかったな。でんでんがあるがゆえに新潟が強くなってしまってるのかもしれない。考えようだな、この低難易度は低難易度で考えようだな。いかがしたもんか。もうちょっと、ここまでだ。多分こうしてる方が打ち捨てよ。できる。一
一も殺していいの？これまずいな。でも殺すの後でいいか。こいつら、うわー、なんか結構嫌な感じかな。結構ダメージ入るね。あ、お前ちょ、何してんの？え？何してんの？そういうことになるの？これくそ、むずいぞ。このステージむずいぞ。おわ、なんかサクッと終わるはずなのに、なんでこうもうまくいかないんだ。てか、なんで俺が離れた瞬間にさ、一撃破できるようになったわけ？俺なんか倒しても、あれ出てこなかったのに。どういうことだよ。どういうこと？おかしい、なんかおかしいわ。おかしなことになってる。馬乗れないのかな、輸送中って。遅れを取ってはいけません。ムムムですね、これ。非常にムムムですね。これムムですね。まずイヤホンが、イヤホンが外れました。こいつらも何回殺さなきゃなんねえんだよ、これ。人を殺めたくないんです、僕は。助けてください。僕、悪いスライムじゃないんです。よし。君、早くやられてください。この橋のあれだな、敵は。ちゃんと速攻で倒さないといけないってことだ。位置はいつ倒せるんだろう。なんだこいつ。この画面攻撃やめてくれませんか。どこ行った。回復してる音はしたけど、こいつ回復したな。やっぱりな、音はしてたんだよ。でも場所が全く分かんなかった。まずいっすね。サクッと終わりたいのに。実はさっきから続けて撮ってるんで、喉が限界なんですよ。悲鳴を上げてる、喉が。助けてって。よし、撃ち取ったわ。ねえ、こいつも取ったぞ。これでやると飛ぶんだ。遅れを取ってはいけません。知らなかった。これだ。スイッチがまた出てくるんでしょ。もうやめようよ。敵将撃ち取ったわ。どうすりゃいいわけ。位置はいつになったら死ぬ。死なないんだけど。また来たんだけど、こいつ。テケドンテケドン。かわいいな。前の前でくっついてくる。カルボンみたいに。なかなかかわいい。なんか愛おしくなってきたよ、もう。こんなに。こんなに僕の元に来てくれるなんて。ほんと首が痛くない。ちょっと机が低いですよね。非常に悪い体勢なんですよ。まずい、上の朝倉がやられる。いつになった。これまだでしょ。なんかさっきのメッセージがないと、そろそろ宇宙をやれみたいな、あれがないと一生出てくるでしょ、こいつ。無限でし
見事よな。何回倒しゃいいんだよ。じゃあ一回ここでセーブさせて。何回倒しゃいいんだよこれ一体。お兄様やめようよ。でもさっきあっち行ったらあれだよな、言ったよな。どうした、こんなんじゃ信長には勝てない。あっちの通りに入ったらお市を倒せるようになったよな。入ってみるか。我が軍も反撃をするぞ。安政を迂回して朝倉本陣に向かえ。入ったらいいかもしれない。入ることによって成立する世界はこれだ。やっぱ朝倉が死にかかってる。一を打ち捨てよ。一回入らなきゃダメなのかこれ。まじいなこれ。戻って朝倉を守らなきゃいけない俺が。一応ほんで倒さなきゃなんないわけっしょ。で徳川のあれよ、一来た。うざうざうざ、やべえ明智が邪魔してきた。なんなんだこれ、もう味方が一人もいないぞ。おい倒してダメなんだって。ちょこれむずくないかこのステージ。どうすりゃいいのこれ。倒しちゃダメだって。だからどうしよう。でもこっからクリアする道はあるはず。でもあの朝倉のとこに行かないと。もうやめようよ。お市倒せないんだよ。どうした、こんなんじゃ信長には勝てないぜ。そうだよ、あそこに入ってお市を倒せるようになると。我が軍も反撃をするぞ。お市が安政を迂回して朝倉本陣に向かえ。お市が粘ることを期待しようか逆に。そうしよう、離れたらダメだ。一よ、やめろ。これで打ち捨てよ。やめろお前ら、やめろ。これでしのぐ。向こう行ったらまずい。迂回作戦が成功して成功するまで位置耐えてほしい。耐えろ。早く迂回しろ。いいぞいいぞ、これで妨害しよう。 OKOKOK いいよ。妨害妨害、いかん。朝倉の救援を急げ。迂回しろ早く。よし OK。オッケーで、これで倒していい。この機を逃すな。天才すぎる久保塚君。久保塚君天才すぎます。オッケーで、1に急ぐ。1耐えろ。お前に全てかかってる。オッケー完璧すぎる。こうなれば信長殿を倒すまでよ。何言うてんの。位置どこだ。オッケー、その長政様待って。うるさい。古く身の程を知らぬ男には見えぬ。まだそんなのどうでもいいんだ。位置を生かすも。オッケー、オッケー、そうします。あれ殺さないとゲットできないんだもん、アイテムは。俺悪くないよ、行為が悪いんだよ。なに、出てくんの。お家倒さなくていいんだ、関係なかった。ごめんごめん、倒しちゃった。待て、どのルートで行くの、その輸送部隊。
ごめんね、イチ。なんかお前倒さなくてもよかったみたい。長政。なんか、配下関係、敵将関係ないじゃん。おイチは倒さなくていいんじゃん。女として死したか。なんだこれ、騙されたわ、俺。女の子殺しちゃった。どうしよう。愛する人と一緒。いやいやいや、違うんです。そんないい話じゃないですよ。それがウヌの愛する。ただ武器が欲しかっただけなんですよ。ちょ、なんか流される。流れるプール。何これ。ちょっと OK、よし、さあこれで全ては賄いました。もうどうでもいいです。あと長い倒すだけなんで、ちょっと馬に乗りたいんですよね僕。 OK、 行きましょう。いやー、なんかあれだね、頭使うステージでしたねここも。なんか普通にやったら結構めんどくさい。あれ、なんか道がおかしい。ちょっと道がおかしいですねこれ。ちょっと分かりづらいですね道がね。よーし、長いなこれ。ちゃちゃっと終わらすつもりだったのに。まあまあなんとかなりました。まあでもやっぱステージ3で敵がそんなに硬くないからなんとでもなりましたね。それがしを見守って。いやもう死んだよ。残念ながら死んだんだよお前の奥様は。どこ行ったの。おめえ何立派に馬なんか乗ってんだよ。降りろ、降りなさい。こいつ家庭ガードしてる。邪魔するやつが多いな。このステージ邪魔するやつが多いな。いいよ、ナイスアシスト。そのアシストはありがたい。そういう動きをしたまえ。やべ、ヘが出る。あ、ヘが出た、ごめん。音聞こえたか。ちょっと腹の調子がおかしいですね。お昼食べ過ぎたから。あなたこそ天下に名高き名将ですね。何の収録ですかこれ。そんな難しい勝利してないでしょ。もう邪魔だよ刑事お前、いいかいね。ちょ、こいつ何ほんと嫌がらせばっかしてくんだけど。どこ行った。重たいわ。馬が重たいんじゃないか。馬関係ないか。おい、引かれたんだけど馬に。お前も馬追いかけるな。子供こいつ。おい、また馬に引かれたんだけど。馬、ちょっと馬進入禁止にしてくれ。進入禁止の表示。おい、挟まったぞ。おっさんが挟まったんだけど。何これかわいそう。もう刑事も断固として動かないよこれ。これ羽が完成した。何これ、新しいチームプレイ馬羽。すまない。いや、なんとかなりました。無事救われたよこれで。1もおっぱいあんま大きくないのかな。いや大きいか、横から見ると。顔色が悪いんですよねこの人。血色もちょっと良くないと。貧血かな。鉄分取らない。魚食べないと。よし、ムカデ。これ悪くないじゃん、悪くないじゃんこれ。ムカデ、あ、これ悪くないじゃん。非常防御力、うむ、うん。確保しましょう。いらないですよこれか。マムシ、マムシ強えな。どれがいい、こっちかこっちか。攻撃範囲、あー、でもまあこっちか。よし、お、結構入るねポイント。何がいる、この辺入れとく。入れ、あ、もう終わった。入れたら終わったわ。喉が限界です。
私、喉が限界ですもん。はい、ありがとうございました。さよなら。